喫茶店でちょっと時間そしたら隣に自分のんか声の調節がね下手くそな女子高生が2人座ってもう顔つき合わせて喋ってるんだけど店内中に聞こえるようなしょうもない話をしてるバカが2人いましてねいいんですよねそいつらが隣の俺にちらっと気づいたらしくて。 でも名前がどうやららかないとそれをでも大声で言うの誰だっけ俺の方見てないんだけどでも俺のことを言ってないから俺もう気付いてないだろうと思い込んでる感じのね口調で「誰だっけえ分かんないでも見たことあるよねなんかなんかあるけど」とか言ってるので「探してみる?」って言ったら「いや何も分かんないから探しようないじゃん探すことでもねえし」って言われてそれってちょっとちょっと勝ちにこくれさすがにそんな言い回しう。で そしたら、でもさすがになんか気になったらしく、なんかワードを入れ始めたの。で、あと、これね、あの、結果から言うと、後々俺そいつらと喋ったのよ。で、一番最初に、芸人、スペース、で、でかい。スペース、で、これ意味わからないんけど、俺その日ジャケット着てたんだけど、スペース、ジャケットで調べやがって。そしたら、その時は俺まだ会話は変わしてないんだけど、 出たっつって「うん?」っつって「バーバリアン谷川って人?」って言それね吉本の若手の子らしいのでで写真を出して「あ違う違う違う」まあ明らかに俺のこ言ってるじゃんでその後に「芸人スペースでかいスペース眼鏡」って調べて最初からもう画像で出したみたいで「見て見て出た出た出た」っつって「 これののどっっっちかじゃんって言ったのでもこれのどっちかっておかしいじゃん、うん、俺と酒井の画像出たら、うん、あこっちだってなるじゃん、ねうん、これのどっちかっておかしいじゃん。うん、でなななな,なんだろうなんだろうと思ってそしたらもうん、そのうちの一人がもう全然気負いしない感じで「うん、すいません」って。あの ピーマンズスタンダードさんのどっちかですかって言ってして。いや、それもおかしいだろ <laughs> ピーマンズスタンダードの二人の画像が出てきて、これのどっちかだって思ったんだよ、うん。うん、なんなんそれ。わ <laughs> かるわかる。<laughs> その中間の、その中間の顔してる感じもちょっとわかるけど。うん 言ってき「ああいやいや違います」っつって「アルコピースと言います」って丁寧に答えて「あそしたらんか聞いたことあります」とか言って「あそうなんですか」っつっでさっきの聞いたのさっきなんて検索したんですかっのあの芸人でかいジャケットで入れたらそのバーバリアン谷川って出てきました」とか「芸人でかい眼鏡で調べたらこれ出てきたんで」とか言ってて「すみませんごめんなさい」とかんか悪びでない感じで言ってきて「ああいいすいいす」っつって。もう この話、あれですかもう、ラジオとかでもしちゃっていいですか、うん、別にそんな名前出すわけじゃない。許可取らなくてもいい。うん、ちょっと、うん、あの、皮肉半分で聞いたら、うん、えラジオやってるんですか、うん、ちょっと食いついてきて。うんうん はい、あの、オールナイトニッポン、えオールナイトニッポン聞いたことあるって言って、知ってるって言って、え何時、何時ぐらいですか聞きたいとか言ってきて、あの、夜中の1時から3時まで、つったら、おっせえ絶対聞けねえしガチ寝てるし腹立つな腹立つな腹立つだろ。はっきり言うね、その子たち。すっげえはきはき言うの。 二人ともハブス <laughs>